プリはいどうも皆さんこんにちはこんばんはミヒトです、えー、今回ですね、えー、リネレボやっていきたいと思います、えー、今回のリネレボはですね、えー、私今93レベルなんですけどね、えー、最近の大型アップデート、えっと、今19日だから2日ほど前かな にアップデートがありまして、レベルがね、120上限だったのに対し、180まで上げれるようになりました。また、高みが高くなって、あの、目標が高くなってしまったんですけどもね、この大型アップデートでレベルキャップ180まで解放ということで、まずね、あの、攻略サイト見てて、ちょっと私ね、あの、成長の仕方を間違えたんですよ <laughs>。 あのキャラクターの育成方法を間違えたなというのがありまして、ちょっとそ,そこら辺を踏まえながらちょっと解説していきたいかなと思います。まず、このレッドダイヤ、ちょっと僕、ジュエルってたまに言ってしまうんですけど、このダイヤですね、えっ、ー、とこれ、えー、ダイヤですね、えー、このダイヤはですねあの高級召喚ボックス、えー、と装備品の、えー、獲得するためのものであったり、えー、アデナをね買うための、えー、アイテムなんですけども、これですね、アイテム、アデナ。このね レッドダイヤあんまり召喚ガチャなどでは使わない方がいいです <laughs> あのー、リネルボってあの進化、えー、とレア度を上げることができるんでね合成とかでなのでそういうもので使うよりはこっちのバッグスロットに使った方がいいかなと思いますこのバッグのスロット拡張っていうとあの持,って持,持ってるアイテムがね拡張されるんですけども最近やっと私はこっちに使い始めましたね <laughs> 本当、ミスったなぁって思ってますけど、だってね、あの、バッグの拡張することによって、あの、持てるアイテムが増えるということは、エリートダンジョンとかで装備品集めをするとき、とことんいっぱい集められるわけですよ。ってことは、素材がいっぱいあるってことじゃないですか、あの、装備をね、評価する。これね、<laughs> 背景装備何一つなし <laughs>。これがね、結構効いてくるんですよね、後半。<laughs> 後半すっ すっごい効いてきますわあの戦闘力っていうか防御力が足りなくてまあ僕がブレードダンス選んでるからっていうのもあるかもしれないんですけど防御力がとことん足りなくてつらい <laughs> すぐ死ぬ体力すぐ減るし <laughs> だからねちょっと今やり直してるとこなんですよねあのレベルも上げながら、えっと、ちょっと装備品をね作っていこうということで合成で作れるんですよこういうミスリルグローブ背景装備ってやつがね 合成じゃないと作れないんですけど背景がついてるだけでかなり強いんですよねさすがにウルトラレアと, S、えっと H レアの背景装備って考えたらそれはウルトラレアが強いんですけど背景装備ってやっぱりねあの青の方がいいんですけどステータスが段違いなんですよね <laughs> だからねあの今作り直してるところですだから今レアランクの僕がまあまああるでしょ <laughs> これから本当作り直して全部背景装備でやりたいんですよね じゃないと本当に間に合わないから <laughs>。あの、これ、レベルが120になってても、戦闘力とはまた別の話ですからね。レベル80のくせに、僕のね、戦闘力22万を超えてる人とかいらっしゃいますので、そこら辺多分装備品なんですよ。だからね、合成で作ろうということでね。まず最初にね、あの、レッドダイヤは、あの、バック拡張で、えっと、こういう装備品のね、あの、強化させるための素材。 素材集めに使うといいんじゃないかなと思いますあのレッドダイヤをですねあのー、エリートダンジョンのこういう相当とかフィーバータイム延長とかそういうのに使うのねあまりおすすめはできないかなとは思います、まあ、別にねあのダメではないんですけどどちらかというと本当バグ拡張やえっと曜日ダンジョンの、えー、進化そえっとなんだっけあれ強化じゃなくて進化じゃなくて進化か ランクアップですね。ランクアップとかの素材集め。小級石集めだったらね、あの、いいかもしれないですけど、アデナダンジョンにもう一回入りたいとか、装備ダンジョンにもう一回入りたいとかいうのは、確かにおすすめですけども、アデナを買ったり、召喚ガチャで使ったりっていうのはね、もう、今になると、なんであんなにレッドダイヤで弾いてたんだろうってちょっと後悔するレベルなんで <laughs>。まあ、ブルーダイヤもね、あの、結構集めようと思えば集めれるんで、 もうブルーダイヤの方でねあの無課金でブルーダイヤを集めてそっちの方でガチャを引いたりしていくといいかもしれませんねご視聴ありがとうございました今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。